こんにちは、ゆるやすです。今度は旧型エンジンのクラッチの交換をやっていきます。前回ですね、ゴリラの、シフトの修理をしまして、最後ね、ゴリラの方はクラッチ切れてないっていう問題があったんですけど、ちょっとね、分け合って、こっちの旧型の方をスタートしていきたいと思います。一応ね、作業の方はね、虎の巻きをね、見たりなんかしたりしてるんですけど、まあ、取ってつけたような感じになっちゃってるんですけど、なんでね、ちょっとこっちの、中華モンキーの方の作業をね、しだすかって言いますと、自分でエンジンをこれ、修理するっていう予定はなかったんですけど、ちょっとね、旧型さんが大阪の方にですね、用事があって、来ることになってまして、その時ですね、1時間ぐらいあれば、クラッチ交換できるんで、やりませんかっていうふうに、お声掛けいただきまして、じゃあ、準備しときますよというお話をさせてもらったんですね。で、最初もうクラッチばらしときましょうかっていうような話したら、いや、もう1時間もあったらできるんで、オイルだけ抜いておいてもらったらいいですよっていうふうに、言っていただいたんですけど、それでもね、やっぱりオイル抜いたりとか、あとはそのペダル外したりとかね、なんだかんだ、で、ちょっと2人でやっても1時間って結構かかるんで、ここのあたりはもう先にね、開けとこうかなと思いました。ちょうどね、同日に、後ろにね、チラッと見えてるんですけど、ゴリラのね、クラッチ開けたり閉めたりっていうのをしてたんで、道具がね、揃ってるうちに、やっちゃおうかなっていうことで、で、このモンキーの方もその作業をしていったというような感じになってます。で、前回のね、作業してるね、続きでね、同日にね、そのまま実は作業をやっちゃってるんですけど、モンキーね、これ出してきて、で、ボルト外して、こっちもカバー外して、クラッチ外すだけっていうことなんで、作業的にはね、ゴリラでやったのと同じなんですけど、ちょっと心配してるのは、やっぱりね、ペダル、これやっぱ外さないといけないのかなとかって思いながら見ててね、ちょっと形状的に、これ見たらね、やっぱわかるんですけど、どうしても絶対外さないとね、どうにもならないような感じです。なので、ちょっとね、できるところの作業までまずは、外して、ボルト外して、で、そこからステップの方をね、緩めていこうかなと思ってます。ちょっとペダルとか邪魔ですよね。これとかね、本当はね、全部外した方がいいんですけど、ちょっとね、この油圧ブレーキ周りでね、外すと後々結構めんどくさかったりするんで、そのあたりはね、ちょっとつけたまま作業してます。で、あとはこれで、クラッチカバーを外したらいけるんですけど、一応ね、前回やった感じで、はい、こんな感じですね。クラッチね、踏んで、内側からね、押すようにして、で、これで外す、準備をしていきます。これでね、だいぶガタガタってきたんで、おそらくこれで、ステップ周りを外せばいけるんじゃないのかなっていう、そんな感じになってます。あと、ステップがね、なければこれいけますね。これで外れます。はい。そこまでまず確認取れたので、じゃあちょっとステップの周りをなんとかしていきたいと思います。ちょっとね、車体を浮かして、ステップをね、緩めてそれで外そうかなと思ってます。まずはね、車体の方を浮かしていきたいと思います。はい。で、反対側にも馬かけて、これで、車体が浮いたんで、これでね、ステップの方外すだけですね。はい。大丈夫そうですね。はい。じゃあ、ボルト4本、これを緩めていきます。地味にね、これ作業しにくいですよね。ここの下側のね、ボルトって。これがね、本当に、今回思ったんですけど、これね、モンキーも CRF 用のペダルにね、した方が良かったかなとかってね、ちょっと思ったりしてます。カバー周りとかね、外すことってもうないんですけど、これやっぱりね、ペダル、ステップ周りね、あっちの方がやっぱいいなと思いました。
まあ、こんなね作業をね何回もすることってはないんですけども、そんな時にはやっぱり便利かなと思ってます。でただねあっちにするとね、それはそれでね一つ問題になってくるのがこの、ブレーキのペダルなんですけども、ブレーキのねペダルのアームの角度を少しね変えてやらないとね、ディスクのこのマスターがねうまく踏めないんですよね。まあ、ちょっとそんな問題があって、よしよしですね。はい、カバー外れました。で、これがね一時側の遠心クラッチなので、遠心の押さえのね中の、パチンコ玉みたいな入った、こんなパーツとかがあるんですけども、そこら辺とかねなんかポロッと落ちちゃったんですけども、その組み込みに関してはもう旧型さんにお任せして、僕はもうとりあえず外すだけ外して、で、あとはバトンタッチしようかなと思ってます。でインパクトがあるんで、そのまま、この4つのネジを外していきます。インパクト使ったらね全然硬くも、まあ実際ねそんな硬い感じはなかったですね。これで4つ外していきます。はい、4本外れました。でカバーを外します。これだけがねやっぱりガスケットがあるんでねちょっと固着してました。まあでも綺麗に剥がれましたよね。パラッと。なら、まあ、このまま、そのままね、また蓋するんだったらこのまま使えるかなと思いました。ただね、今回はクラッチのね、全体変えちゃうんで、足ごと変えるんで、今回は再利用しません。で、ですね、ここロックナットのところに一時クラッチの方はこの爪がついてて、それでね、ロックナットが回らないようにしてるんで、その爪をね、マイナスドライバー使って起こしていきます。ちょっと起こします。グイッと上げて起こしていきます。うまいことね入らなかったんでちょっと手こずりました。で、電灯を使って、これも簡単でしたね。ロンシンの方がねだいぶね固く締まってましたね。はい、外れました。クラッチが取れました。もうあとはここからは、旧型さんが、用事で大阪来た時に、作業してもらうと、そんな感じになってます。はい、外れました。さすがに早かったですね、ゴリラのね作業の準備までしてたので、ここら辺ぐらいまではねかなり早かったです。もう1時間はかかってないですね。はい、でとりあえずここまでできたのでバトンタッチです。で作業中はねちょっと、手で支えたりやらなんやらかんやらしてたらね結局ね動画撮ってないです。まあもう完成しましたっていうだけの動画になってしまいました。まあ無事ねこれでクラッチの、交換できました。やっぱり早いですね。もう1時間も正直かかってないです。で、完成したので、まあ近場のね中華で、ちょっと乾杯して、宴とさせていただきました。はい、ではですね、今回は、旧型エンジンのクラッチ交換して、旧型エンジン復活しましたというそんな動画になっております。これからねまたちょっと1000キロぐらいの鳴らししていって、でギア比とかもちょっと変わったので、いろいろやっていきたいと思います。ではこの動画が良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。